この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、日向です。さあ始まりました、金曜生です。キャッチキャッチ、せーの、キャッチ。さあ可愛い子供たちお送りする。さあこの番組の旬な話題やお得な情報を僕ら日向とこの可愛い子たちがキャッチしますよ。さらにダウンロード無料アプリ NCT コネクトでも生放送しています。ぜひアプリダウンロードしてくださいね。ということで私たちは小尻地域の西野に来ております。今回は讃岐うどんの偏骨屋にお邪魔して情報をキャッチしたいなと思います。早速入っちゃいましょう。みんなまた後でね。それでは入ってみたいなと思います。お邪魔します。さあ入ってまいりました。さあ早速まずお話をお伺いするのはお店の代表の山本さんです。よろしくお願いします。はい、私電気工事やってる代行の山本です。こちらのお店うどんということなんですけれども、はい、いつから創業されてるんですか？もう 7,8 年ぐらい前からです。はい、どこかでうどんは修行されてきたんですか？そうですね、香川に行って、香川で、はい、修行してきました。勉強したり、はい、習ってきましたんです。はい、笑顔が素敵な山本さん、よろしくお願いします。そんな山本さんのこちらの偏骨屋の注目ポイント、はい、キャッチザポイントを紹介していきたいなと思います。では行ってみよう。ピーちゃんワンキャッチ。本場香川の味、材料は香川からお取り寄せ。材料は香川から仕入れているんですか？そうですね、はい。どういったものを？うどん粉、うどん、はい、お醤油から調味料、全部香川から取り寄せております。長岡で本場の味が味わえるということなんですけども、はい、早速自慢の讃岐うどんを食べてみたいんですけど、はい、調理いただいてもよろしいですか？はいはい、どうぞ。じゃあそれでは、はい、今日は何ができるのか、早速じゃあメニューの方見ていきたいと思うんですけど、山本さん今日は何を作ってもらえますか？今日はぶっかけうどんを。さっきぶっかけうどん、はい、あ、時期にぴったりですね。この時期にね、いいじゃないですか。お、早速うどんが、おたっぷり、はい。これうどんは毎回山本さんが仕込まれてるんですか？そうですね、毎日朝、仕込んで、さああっという間に、はい、ライスコンビネーションでネギと天かす、そうですね、はい、塩加減とかも大変ですよね、はい、そうですね、塩加減が大変なんですね。え、はい、さあ出来上がりですね、はい、あっという間にぶっかけちゃいましたよ。わお、はい、わお、完成ですか？そうですね。これはじゃあ醤油をかけて、ちょっとね、かけて、はい、食べてください。じゃあ早速ちょっと醤油をかけたいと思います。はい、これぐらいかな、はい。これも香川の醤油ですよね。そうですね、はい、さあ、タカちゃんが、これはもう、今日みたいな天気のぴったりじゃないですか。ちょっとじゃあ軽く混ぜた方がいいですよね。じゃあいただきます。うわ、キラキラ。いただきます。マイク近っ。あ、ごめんごめん。美味しそうだな、おい。おお、うん、おいしい。どうですか？喉越しが。喉越しが。噛み応えがバッチリだそうです、社長。ね、はい、私も言っていいですか、じゃあ。これはね、小指示だけに腰があるとは聞いていましたけど。小指示だけに。これはね、おいしい。ね、こちら、生姜もたっぷり。いただきます。うん、すごいね、本当に歯ごたえがすごいですね、大将、これ美味しい。いや、だしとの相性がいいですね。だしもね、すごくね、上品な香りで、もう麺とバッチリの絡み合いですね。これはこの時期にぴったりで美味しいです。大将ありがとうございます。さあ早速 CM の後も偏骨屋さんの情報をキャッチします。マルキュー、人と人をつなげてゆく、マルキューユニフォーム。日々の疲れを癒すボディケアと美味しい食事、また明日も頑張れる日帰り天然温泉阿蘇の湯。地域の人に寄り添う優しい美容室、お休みどころとしても気軽にお立ち寄りください。冠婚葬祭の着付けも受け付けています。
美容院ビューティー立花。インターネットなら NCT、 テレビ見るなら NCT、 地元だからサポート安心ね、ほらみんなで NCT。 長岡市の小志地地域西野からお送りしている佐野球丼変骨屋からの金曜生です。キャッチキャッチキャッチいいフライングキャッチ。さあ早速続いて変骨屋の2つ目の注目ポイント、キャッチザポイントを紹介したいなと思います。はい、行ってみよう行ってみよう。ででん、野菜の王様、生命力の強いアスタバを味わおう。アスタバ、山本さん、アスタバってのは一体何のことなんですか。アスタバはこれ出てきましたね、はい、八丈島原産の、八丈島、はい、私が作ってるアスタバです。はい、山本さん自家製のアスタバですか。はい、これは一体どういったものになるんですか。これは天ぷらにしたり、天ぷらにしたり、はい、うどんに練り込んだりしてやってる。体に良さそうですね、はい、そうですね、体にはもうバッチリですね、はい。アスタバってなんでアスタバって言うんですか。今日積んでも明日になるともう芽が出るんで、アスタバというそうです。明日にすぐができちゃうから、はい、アスタバ、はい、これどんな食べることできるんですか、このまま。そうですね、はい、生でも食べられますし、何でも食べられます、はい、生でも食べられちゃうんですか、はい、じゃあちょっとうちの店では大体、天ぷらにしたり、うどんの中に練り込んだりして食べてます。じゃあ早速なんで、はい、いいですか、ちょっといただいてみて、はいはいはい、いただきます。結構ありますね、はいはい、おおどう、うん、あ、意外とヘルシーで、あ、結構苦味があって苦味あるのね、斬新な味です。はい、ピロン君、これね、葉っぱの方が美味しいんだけど、多分茎の方がもまたね、そうですね、茎は、はい、茎は一番、あれが栄養あるんですよ。あ、この辺のね、じゃあ、はい、ちょっとこの辺の、じゃあ茎が一番栄養があるって、はい、匂いは結構あれですけどね、はい、お、男らしいわね、すごいですね、これはあ、ごめん、ね、さあ、生放送ですよ、皆さん、アスタバ、これはね、でもピロン君ちょっと香りがすごいです、とにかく、うん、はい、このね、お店全体がとてもね、変骨屋さんの香り、血流が良くなりますけどね。ちなみにこれはどのようにアスタバさんはアスタバを提供しているんですか。ジュースやって、生ジュースを作ったりして、粉末、はい、うどんの中に練り込んだりして、はい、提供しています。ジュースともう一個何があります。アスタバうどん、アスタバ天ぷら、あ、天ぷら、はい、待ってました。はい、じゃあ早速ジュースなんですけども、はい、どんなジュースになりますこれは。ちょっと甘酸っぱい苦、ほろ苦いような感じがします、うん、はい、ジュース、じゃあ先生とは違ったってことで、はい、ピロン君、じゃあ健康第一、いただいてみましょう。わかりました、じゃあちょっといただいてみますね。いただきます。あ、匂いすごく素敵です、うん、あ、これはうまいよ。おいしい、さらっとしてますね、飲みやすい、うん、これはね、ほんとお子さんも、かわいいお子たちもいいと思います。あ、みんなで食べ、はい、める、あ、いいですね、香りもすごいですね、香りもいい香りがします、はい、僕はさっき生のアソバイトすごく来てますので、じゃあ天ぷらの方をいただいてみたいなと思います。はい、サクサクしてるかな、生の葉っぱとどう違うか、につけていただきます。おう、うん、あ、やっぱり天ぷらですよね。そうですね、うまい、これが一番美味しいですね。なんか少し、もろこみもか、ちょっと苦味感じるんですけど、そうですね、この衣の甘さとちょうどあって美味しい、これうどんに合いますね、はい、さあ早速なんですけど、続いて3つ目の注目ポイント紹介したいなと思います。一応行ってみよう。ででん、さぬきうどんと融合、アスタバうどん。今日はアスタバ三昧ですけれども、はい、大将、アスタバうどんということなんですけれども、はい、これは一体どういうことですか。これ私は考案した、はい、お、素敵な色、はい、さぬきうどんにアスタバの粉末を練り込んで作ってるアスタバうどんです。なんと、はい、とうとううどんにアスタバを練り込んじゃった。見たことないですよ。いただいてもいいですか。はい、早速、はい、どう違いが。あ、結構色、緑色ですけど、これもじゃあ醤油になりますか、だしかけれますかね。あれ、じゃあ早速香川のだしをかけます。じゃあ早速いただきますね。あ、ちょっと待って、ちょっとカメラさんにちょっと見ていただけて。あ、さっきよりちょっと細めなんですかね。綺麗な緑してます。いただきます。
うん、あ、歯ごたえがまたちょっと違って、でもコシがあって、はい、うん、いいですか、なんていうんですかね、ちょっとみどまろやかな感じですかね、そうですね、うん、あ、本当だ、もう匂いも違いますね、おいしい、いただきます、お、ん、うん、どう？ね、そんなにでも違いもあまりいい意味ないというか、こうツルツルして、あ、こっちが、ね、こっちがでもこっちの方があるのかな？明日場のそばとうどんとあえのこみたいな、そうですね、あ、そんな感じですね、はい、そうですね、美味しい、でも色合いが楽しめるからいいですね、さあ、そんな山本さんから視聴者の皆さんにですね、最後にメッセージの方をお願いいたします、はい、カメラに向かって、あの夏場に向かってあの冷たい、明日場うどんと、ぶっかけを一つどうぞ皆さんからあの召し上がってもらいますよ、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、ね、そしてこの美味しい明日もなんと購入で社長できるんですよね、そうですね、はい、うちでは粉末にした、明日は粉末と生 の, あの明日はも、販売しておりますので、ご利用の方はいつでもあのもらえば、お分けしますのでよろしくお願いします、お、ありがとうございます、皆さんでね毎朝とか飲んで ね、はい、元気になってほしいですよね、さあ、という、お、なんだ？あれ？これはもしかして今週もやってきました。ミッションです。社長、来ちゃいましたよ。社長、ミッションが出ちゃったんですよ。めくってもいいですか？そうですね、はい。いきます。はい、ででん！讃岐うどんと明日葉の魅力を音楽で表現して社長を喜ばせてくれ。そりゃ喜ばせなきゃいけないですね。元気にさせなきゃいけませんね。じゃあせっかくなんで、はい、ちょっとリズムをちょっとこのうどんと明日葉のリズムを合わせてちょっと力強いメロディーで、はい、A パターンから B パターンのリハと違うやつですかね、リハと違うやつリハと違うやつで、わかりました、大体毎回違うやつ、わかりました、お願いします、ます、みんなで手拍子よ、パンパン、いいね、よしちのこの場所にしかない、幸せの店、それがヘンヘンヘンコツ屋、ヘンヘンヘンコツ屋、Thank you。 僕が作られましたオリジナル曲なんですけど、山本さんいかがでした？いや、大変よろしいですね。あ、嬉しい。だから今度はあの、ええ、紅白に出るんじゃないですか。もう来年は紅白と言いながら今年で19回目になりましたけれども、ね、追加されたいと思います。はい、そんなあのこちらのお店なんですけれども、はい、大将のこのお店もあの、はい、山本さんもどうやらカラオケも上手だって。そうですね、はいはい。歌好きなんですよね。そんな皆さんに愛されるこの偏骨屋さんですけど、可愛い子供たちとも一緒にお送りしていますよ、みんな。ということで、次回のキャッチキャッチは4月の13日の金曜日の放送です。なんと川口地域の川口柳葉男山道場にお邪魔します。皆さん、次回の放送もどうぞお楽しみに。せーの、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。